コリドンの戦いは南北戦争のモーガンの襲撃中の1863年7月9日にインディアナ州ハリソン軍で起こった戦闘である。これは南北戦争の間にインディアナ州で起こった唯一の戦闘である。南軍は死傷者の数では北軍の2倍以上にもなったが南軍勝利という結果になり、ジョンハントモーガン殉将の部隊は東のオハイオ州に向かう前に 物資や現金を手に入れることができた。ゲティスバーグの戦いを除いて、北軍政府が北部の大地で戦われたと認めた、唯一の戦闘でもある。1863年6月23日、モーガン将軍はニコ旅団からなる一個機兵士団、総勢2500名近くと2個砲兵中隊を、率いて、南軍支配地域から北に向かった。その進路はまず、 ケンタッキー州に切り入れ、北軍カーバーランド軍の通信線を妨害し、南軍ブラックストンブラック将軍のテネシー軍の作戦に連動させた。モーガン隊は、バークスビルでカンバーランド側を渡り、グリーン側まで進んで、7月4日のテブスベンドの戦いで、北軍一個連隊に進路を逸らされた。モーガン隊は、レバノンの守備隊を吸収して捕獲し、その後スプリングフィールド、 バーズタウン及びガーネッツビルとケンタッキー州内を進んだ。7月8日朝、モーガン隊はケンタッキー州ブランデンバーグに到着し、そこでオハイオ川を渡るために2隻の蒸気船、アリス・ディーンと TJ ・マコームを乗っ取った。モーガン隊が初めにオハイオ川を渡ろうとした時は、対岸の民兵隊とレディ・パイクという武装蒸気船に遮られた。 短時間の砲撃戦の後でその民兵隊はすぐにより、大きな民兵隊が集結していたコリドンまで撤退した。モーガンは、ケンタッキー州内に泊まれという命令を受けていたにも、かかわらず、その部隊はオハイオ川を渡り、インディアナ州、モークポートの東側に上陸した。上陸が終わった時に2隻の蒸気船は川に沈めた。モーガン隊が北部の支配地域に入ってくる意図があることが、 はっきりしたとき、インディアナ州知事オリバー・モートンは、州の民兵軍インディアナリージョンを召集した。モーガンの目標が不確かだったので、オハイオ州も、同様に大慌てで、防衛軍を組織した。インディアナ州コリドンでは、約400名の民兵が集結し、モーガン隊の進行に備えた。ハリソン軍における、モーガンの襲撃の経路と戦闘の場所、赤字7月9日午前11時。 南軍前衛隊が、モークポート道路を進み、ハリソン軍の軍庁所在地コリドンの南部郊外に、達した。町の南約半マイルの高地でその行く手を塞いだのは、マルタを十字に組んで急ごしらえした、工作物の前線だった。その工作物は、右手は、アムスターダムから、左手のラコニア道路まで伸び、モークポート道路にまたがっていた。そこには、ルイス・ジョーダン大佐が指揮する。 第6インディアナリージョンが配置された。モーガンの砲兵隊はこれら400名の農夫転じた。兵士たちを容易に撃退することが可能だったが、北軍はモーガン隊追跡を効果的にするために、すでに部隊を集めているはずだったので時間の要素が重要だった。モーガン隊の主力はここで遅延させられるわけにはいかず、インディアナリージョンを前衛隊だけであしらってしまうことに決めた。正午頃、 南軍は工作物に、モークポート道路の西側の工作物は厚く木材が積まれており、騎兵突撃は難しいと考えられたので、一個中隊が馬を降り、目前の工作物を攻撃した。この部隊は3度撃退されたが、南軍がラリー・スティープルトンを撃って殺した時に、インディアナ・リージョンは損失を出した。3度目の撃退の直後に、第2ケンタッキー連隊と、 第9テネシー連隊が、モークポート道路から到着し、戦闘に加わった。工作物の東側では守備隊が14連発のヘンリーライフルを装備していた。その優秀な武器の効果で、工作物の東端にいた30名の中隊が、南軍を20分間抑え、側面への回り込みをさせなかった。午後12時40分頃、南軍、バーンズ隊の砲兵隊が到着し、 その二門の十ポンドパロット史情報を使って、工作物の守備隊を釘付けにした。一方、モーガンはその主力を率いて工作物の東端を回り込み、板敷き道を進んで直接、モーガン将軍の弟、リチャード・モーガン大佐は、砲兵隊と一個大隊を使って、防御側のミサオ軍を妨げ、もう一度側面攻撃をさせた。砲撃で工作物を圧倒するとともに、 第2ケンタッキー連隊と第9テネシー連隊が工作物の両側面を突き始めた。南軍は勢力でも勝っており、インディアナリージョンの工作物両端を突くことができ、すぐにインディアナ州部隊をその陣地から追い出した。インディアナリージョンの大多数が捕まったが、上段大佐を含む大きな部隊は町まで撤退できた。モーガンが町の南にあるその高地の指揮を取り、 砲兵隊から町に向けて2発の砲弾を放たせ、1発はシーダーグレードすぐ近くに着弾した。ジョーダンは抵抗を続けても無意味と悟り、すぐに町の降伏を受け入れた。インディアナリージョンの騎兵や騎馬不評は町から逃げ出すことができたが不評の大半は捕まった。この戦いの損失については資料により数字が異なるが最も信頼できる証拠では、 上段部隊の戦士4名、負傷10内死12名、捕虜355名であり、約150名が逃亡した。モーガン隊は、戦士11名、負傷40名となった。北軍の死者の中には、市民の有料道路見張り番1人が含まれ、その料金徴収所近くで殺された。モーガン襲撃隊はまた戦場から4マイル離れた農園で、ルーテル教会の牧師1人を殺し、 その体育人家の農夫から馬を盗んだ。モーガン将軍はその手段をコリドンの町に入れた。モーガンはインディアナリージョンの活発な防御を認め、彼らが正規の北軍兵であるかのように捕虜全員の仮釈放を認めた。上機嫌の南軍はその日の午後を費やして店舗を略奪し、身の白金を集めた。モーガンは地元の製粉所3箇所に火をつけると脅し、 その破壊を止める代償として一箇所あたり700ドルから1000ドルを要求した。軍財務官はモーガンに690ドルを渡し、指導的店舗2店がそれぞれ600ドルを渡した。その日、遅く、モーガンの襲撃隊はゴリドーンを離れ、北方に馬を切り進め田園部を探し回って、新しい馬とその他の物資を集めた。モーガンは、キントナーハウス宿屋で食事を取り、 そこで新聞を手に入れて、ゲティスバーグの戦いで、南軍が敗れたことと、ミシシッピ州、ビックスバーグが陥落したことを知った。この二つの打撃から南軍が立ち直ることは、できなかった。モーガンは、その襲撃の出発時に、ペンシルベニア州で南軍と落ち合うことを意図していたが、その南軍がこの時は撤退中であり、当初の目的が達成できないと考えて南部に戻る。 作戦を立て始めた。その日、遅く、モーガンは北への進軍を再開し、ハリソン軍北部を襲撃した後に、その主力はコリドンから数マイルのニューサリスベリー近くで、宿営した。モーガン隊は、翌朝早くに、ハリソン軍を出て、セーラムを襲撃した後にその部隊を、オハイオ州に向けた。7月10日、北軍正規軍6000名が、 ハリソン軍に到着し、モーガン隊の追跡を始めた。モーガン隊は、東のオハイオ州に入って、襲撃を続けたが、再度オハイオ川を渡って、安全地帯に逃げ込もうとした時の7月19日、バッフィントン島の戦いで遮られ、部隊兵の多くが捕まった。南北戦争の政府公式記録ではコリドンの戦いとゲティスバーグの戦いが、 北部の大地で戦われたと認めたただ二つの戦闘である。ありがとうございます。